ナッシュビルはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦の7番艦。テネシー州ナッシュビルにちなんで命名され、その名を持つ艦としては3隻目である。ナッシュビルは1966年3月14日にワシントン州シアトルのロッキードシップビルディング社で寄港する。1967年10月7日にロイエル・ジョンソン夫人によって命名。 浸水し1970年2月14日に、フランク・アルファー・ランド艦長の指揮下ブレマートンのピュージェット・サウンド海軍交渉で収益した。ナッシュビルは、様々な任務を行ったが、その中には、カリブ海教習揚陸グループ、地中海教習揚陸グループ、ペルシャ湾教習揚陸グループ、水雷対抗任務グループ、NATO の北、大西洋演習。 大西洋艦隊の訓練演習が含まれる。2006年1月16日、17日にナッシュビルは MQ-8 ファイアスカウト無人ヘリコプターの着艦が行われた最初の艦となった。2006年7月、イスラエル国防軍によるヒズボラへの攻撃が激化し、ナッシュビルは伊ジ島特別遠征攻撃グループの一部としてレバノンに派遣され、 第24海兵隊遠征部隊を輸送、紛争地区からアメリカ国民を救助した。2006年7月20日に海兵隊はレバノンに上陸し、それは1982年以来のことであった。ナッシュビルはテレビ番組アンソニー世界を食らうのベイルートからアメリカ人を救出するエピソードで特集された。救助されたアメリカ人の中には、 アンソニー・ボーディン自身が含まれた。このエピソードはエミー賞のノミネートを受けた。ナッシュビルは2009年9月30日にバージニア州ノーフォークのノーフォーク海軍基地で退役した。海軍交換は艦の維持には費用がかかりすぎ、新たな艦を運用するより効率的でないと述べた。インドからの情報源によるとインド海軍はナッシュビルの取得を希望した。 しかしながら2007年8月現在でインドは取引を進めることを決定しなかった。結局インド海軍はナッシュビルではなくトレントンを取得し、現在はジャラシュワとして運用されている。ありがとうございます。